ゴンちゃん大丈夫？まだ時間。俺今日大丈夫だよ、全然。ほんと？いいの？オーストラリア戦について聞いて。いいよ。オーストラリア戦やる？何やるの？オーストラリア戦と。いい。取材みたいな感じで。いいよ。ちょっと待って。うん。ちょっと休憩した方がいい。いいよ、行こうか。何を聞くの？逆に。いや、俺も考えてきたよ。はい。じゃあ。ワンゴールキーパー、ホッキリン、権田選手。はい。ひとまず、オーストラリア戦、勝利おめでとうございます。そして、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、いろんなメディアからの取材受けられてると思うんですけど、せっかくこう、ゴールキーパーに特化したチャンネルなので、今、ゴールキーパーやってる子たちとか、まあ、他の日本全国のすべてのゴールキーパーにとって、なんか勉強になるようなインタビューにしていけたらなというふうに思ってます。はい、なので、まあ、あくまで本当に一区切りに過ぎないと思うんですけど、じゃあ、早速なんですけど、まあ、サウジアラビア戦、まあ、もう非常に大事な試合で、まあ、そこを落としてしまった中で、まあ、キーパーとしてっていうか、まあ、権田選手として、まずオーストラリア戦に向けて、どういうふうにこう、働きかけを、なんか具体的にしていたのかっていうところを教えてもらえたらなと。だから僕は、もうまずは、なんて言うんだろうな。もう監督も信じて、チームメイトも信じて、自分自身のやってきたことも信じて、まず試合に臨もうっていうので、オーストラリア戦まではとにかく、過ごしてました、ね。そういう意味では。だから、みんながなんかこう働きかける動向っていうよりも、やっぱこういう時に、やっぱ監督がまず示したところっていうのに、みんながやっぱしっかりついてるっていうのが絶対だと思ったし、おのおのがじゃあ、僕がどういう話をして、誰かがどういう話をしてってなっていくと、やっぱりみんなね、頭の中は別々なので、全く同じ考えの人はいないので、やっぱ僕はやっぱその監督がそういうふうなことを示したときに、それにしっかりついていくっていうふうに思いました。まあ、ある意味、その本当に大一番っていう、こう試合に向けて、やっぱキーパーって本当に一番プレッシャーがかかるポジションだと思うんですけど、そういうこう本当に大事な試合に向けて、どういうこう気持ちで臨んでたのかなっていう。どうしても勝ちたいっていう、こう結果を追い求めてしまうと、うん、まあ、それ積み重ねた中での結果なんだけど、うん、その結果を先行しちゃうと、なかなかいつも通りのプレーとか出せない子供たちは結構多いと思うんですけど。僕はこれ本当、どの試合も同じって思ってることが結構自分の中では今回良かったなって思ってて、急に上手くなんないんですよ。なんかじゃあ例えばワールドカップになったら急に能力が上がることってなくて、逆にワールドカップになったから急に能力が下がることもないと思ってて、でそれはなんでそうやって言えるかって、普段練習をしっかりやってるっていう自分で自信を持てるから。だから普段しっかりやってる練習を、そのじゃあオーストラリア戦の前だろうと、じゃあ J リーグの前だろうと、しっかり積んでれば、そのどんな時でもパフォーマンスは出せるって、まず自分をちゃんと信じてるんですね、いつも。だからまあ、わかんないです。よくビッグゲームと言われるような試合の前だとしても、今回だからオーストラリア戦までは、正直、じゃあ緊張で寝れないとか全然なかったですし、なんか時差ボケでの状況でしたけど、でも、それでもちゃんと睡眠が取れてたりとかっていう、だから僕、それ今回終わってみて、やっぱ普段からもう本当試合で急に上手くならない、アドレナリンで、急になんかいいパフォーマンスができるとかって僕全く信じてないんで、なんかそれを本当普段からやってることが、今回オーストラリア戦でも本当そのテンションで入れたっていうのは、自分の中ではすごい良かったのかなって思ってます。じゃあもう本当にやってきた自信と、まあ、経験が、まあ、自分をいつも通りにさせたみたいな、そういう感じか。っていうと、俺ワールドカップの最終予選って経験がなくて、だからワールドカップ最終予選って自分の中で未知の大会なわけよ。初めてやる大会なんですけど、でもなんか自分の中では、なんていうの、じゃあ別に、オーストラリア戦の前だから、急に何か特別なことをしようとも思わなかったし、普段と同じリズムで、食事もじゃあオーストラリア戦だからちょっとご飯いっぱい食べようとかもないし、なんか試合だから、こう、なんかちょっと早く寝ようとか別にしなかったですし、なんか普通に本当に普段と何も変わらないような生活リズムでとにかく試合を迎えるっていうことをやっぱできたのは、自分の中では
すごい良かったなと思うし、逆に今までもずっとそういうスタンスでいたんで、あ、これって間違ってなかったんだなっていう確信に変わったかもしれない、そこで言うと。他の試合でも全部同じかもしれないけど、まあ、キーパーって一番後ろに行ってなかなか最初にボールタッチするのって結構時間経ってからのこともあるじゃないっていう中で、試合にちゃんと入るためになんか心がけてることとか、なんかオーストラリア戦特に心がけたこととかってある？そのワンプレー目とにかく大事にしようとか。いや、それで言うと、これいつも思ってるのは、ワンプレー目に絶対ビッグピンチが来るって思ってるから、何が起きてもいいような準備を常にしとくっていうのが自分の中で大事で、あ、ワンプレー目は変な話、簡単なボールが来たらいいなとか、ワンプレー目はビルドアップがいいなとか、ワンプレー目はゴールキックがいいなとか、なんかそうやってこう思ってると、それじゃないことが起きた時に結局びっくりしちゃうから、だから自分の中ではもうワンプレー目にもう何が来てもいいような準備、変な話、いきなり1対1になってもいいし、いきなりじゃあ直接フリーキックでもいいし、なんかもう何があっても最初のプレーがいいような準備は常にしてるんで、だからそういう意味ではあんまりこう特別オーストラリア戦だからどうこうはあんまりなかったかもしれないですね。ワンプレー目、一番大きなピンチが来るって思ってるのいいね、確かに、うん、でもそれの反面大事なのは、じゃあそれでワンプレー目が大きいピンチじゃなかったとするじゃん、そこでホッとしちゃダメだよねっていうのもある、うん、だからやっぱりこう大きなことを想定してて、それが小さかった時に、ああよかったって思っちゃう、その時間ってやっぱいらないから、だからその試合に入る時にこうあんまり、だからその、まあ、簡単に言うとそんなになんかワンプレー目どうこうの準備はしなくて、とにかくいつもディフェンス見ながら、自分のポジション決めながら、相手の状況見ながらプレーしようっていうのしかあんま考えてないかもしれない。実際の、まあ、プレーについてもちょっと聞いていきたいんですけど、大一番で位置づけられるゲームだと、まあ、ちょっとリスクのないプレーを選択しがちになってしまうことも、まあ、ゴールキーパーとしてはあるかと思うんだけど、まあ、オーストラリア戦についてやっぱミドルパスとかクロスへのチャレンジとかも含めて、しっかりしかるべきところではチャレンジしていくプレーが印象的だったかなと僕は思ってるんですけど、なんかそれで言うと本当にゲームの大小ないなって思うから、うん、ごめんでって言うだろうなと思いつつねでも自分がすごい感じるのは、あ、まだまだやらなきゃいけないなっていうか、その本当にまだ自分が練習でできるプレーがゲームでできないことが多いなっていうのはすごいあるから、そこはやっぱもっともっと精度上げなきゃいけないなっていう、その自分がじゃあピッチの中でパッてボール持った時に、練習だったらここにこれ出せるけど、ゲームではちょっとそこに出せる自信がないなっていうことがやっぱまだあるから、たくさん、うん、そこはこうもっとその練習でもっとやっぱ自信を深めなきゃいけないし、それやっぱゲームで使えるようにもっとやっぱ頭働かせなきゃいけないなっていうのは思うけど、その試合のこの試合ではこのプレーできるけど、じゃあ例えば、まあ、今だったらエスパルスではこのプレーできるけど代表ではこのプレーできないっていうプレーは俺はできないプレーだと思うし、うん、なんかそれは自分のもう自信持って普段からこのプレーは自信持ってできるよっていうプレーをやるだけかなって思います。ありがとうございます。思った通りの回答でしたじゃあ聞くなよって話だね まだまだだなっていう話が出たからちょっとあえて聞くんだけど、フリーキックでの失点シーン、あれについては、まあ、壁の作り方含めて自分の中でどう振り返りますか？いや、あれはもうやっぱりこう最初 PK っていう時にこうまず PK のことを準備してて、でフリーキックになったってところで、PK は6番から、右のサイドの6番が蹴ろうとしてて、で、6番はフリーキックも蹴る選手だったから、で、この6番がそのフリーキック蹴るかなって最初思ってて、で、最初、一回壁を、俺から見て右側に大きい選手を置いて5枚作ったんだけど、でも、うん、
あ、これ6番が蹴るってなったら逆の方がいいなっていうのを考えてた、そのフリーキックになった瞬間に。はいはい、で、ボールの位置はもう本当ど真ん中で、うん、そうだね。もう本当どっち上に壁を作ってもいいような状況だったのね。で、6番の選手の方が、こう、パンチあるボールっていうか、こう、速いボールを蹴れる選手だったから、6番右利きだよね。6番右利き。そうだね。うん、で、10番左利き で、うんうん、で、10番の選手もいいキック持ってたんだけど、その6番の選手がっていう感覚があったから、そのフリーキックになった時に、最初1回俺から見て右に5枚作ろうと思ったら、左に5枚にしたのね、うんうん。で、結果的には、それボールセットした時に、もう壁がオパって立った時に、もう10番がボールセットして、もう1人11番かな、かなんかがいて、で、その時点で、あ、これ左が蹴ってくるなって思ったんだけど、もうでも、自分の中で、あの、壁はもう左に作っても任せようって決めてたから、だからその時にもう、あ、じゃあ右はある程度自分の責任だなっていうふうに自分の中で認識したんだよ、あの時に。でも、やっぱある程度、その壁で、気持ちよく蹴らせないようにコースは切りたいから、森田選手と古橋選手を壁、あんま普段やらないんだけど、5枚と2枚、壁に7枚使うっていうことをして、で対応したんだけど、でもやっぱ、あれは自分の中では、あっちに来たシュートは、まあ、てかまあどこに来てもそうなんだけど、もう絶対自分が止めなきゃいけないシュートであることをまず間違いなくて、やっぱあれを止めなかったっていうのは、わかんない、それもしかしたら壁を逆に作って、相手にもっとプレッシャーかけて壁に当てさせるっていうチームとして守るところもそうだけど、やっぱ個人として、あのフリーキックを自分がしっかりセーブできるようにならないと、世界では戦えないなっていうのを感じさせられたフリーキックで、だからまあ勝ったから今言えるかもしれないけど、あのフリーキックをやられて自分の中ではもっとやらなきゃなとか、もっと上手くなりたいとか、もっと強くなんなきゃなっていうモチベーションが湧いたというか、本当に自分の課題がもっとやらなきゃいけないなっていうのを本当に危機感になったフリーキックで、自分の中ではもうあの状況だったらストレートでファー側に速いボールで来るっていうイメージがやっぱ自分の中ですごいあって、であそこであのインフロントで外からこう上を巻いて落としてくるキックっていうのをあそこに正確に蹴るのがやっぱ世界なんだなっていうのは、やっぱあれをこう自分の中でこう、うん、自分の予測の中に入れて、あ、その選択肢もあるっていうのを含めてポジションを取らないと、あの時はストレートが来るっていう、ストレートっていうかちょっとこう低いボールでファーにこう速いボールで巻いてくるような感覚、あとはストレートでまっすぐファーに来るような感覚だったから、ちょっと自分がポジション前に取ってコースをちょっと切ろうってしたから、結果として上から来たボールがちょっと遠くなって届かなくなっちゃったっていう状況なんで、だからそこはあの個人のポジション、その駆け引きの部分、あとまあそれがどっちが来ても止めれるような自分のバランス含めて、やっぱもっと研ぎ澄ましてやんなきゃいけないなっていうふうに思いました。ありがとうございます。悔しいシーンだっただろうけど、丁寧な解説ありがとうございました。いえいえ。でちょっと逆に良かったプレーについても振り返ってもらいたいと思うんですけど、一つあの前半の左手一本で触ってポストに当たって防いだシーン、あれについてはいかがですか？あれはあのシーンはやっぱり、まあ、さっきの話じゃないけど、あの並びでやるときにボランチとかアンカーが1枚しかいないときに、やっぱあそこのスペースがああやって開くことはあるかなっていう、その吉田選手がサイドチェンジをしてそれがこう跳ね返されたときに、こうダブルボランチだったらあそこにボランチがいる状況かもしれないけど、あそこがこうセンターバックが出なきゃいけない状況に富安選手がなるっていうのは、まあ、実際あるかなってちょっと思ってたところで、実際はそれが出ちゃったり、それは本当チームとして課題なんですけど、あのシーンになった時にまず頭によぎったのはサウジアラビア戦に股を抜かれたこと、あの裏に抜けてきて角度がないところからっていう時にまずよぎったのはそれで、やっぱあのシーンになった時にまずあの選手は右利きで、であそこからこう自信を持ってシュート打ってくるなっていうのは自分の中でイメージがあって、でただオーストラリアもじゃあフォワードの選手もプレッシャーがかかってる状況で、こうあれはフォワード選手からしたらフリーでゴールキーパーと1対1絶対決めなきゃいけない状況っていう状況なのは、
あの試合通して絶対にそういう状況になるっていうイメージは持ってたから、あの瞬間にまず自分がやらなきゃいけないのは、こう前回の試合で自分が失点した形をまずは抑えること。うちの試合を分析したら、ゴールキーパーこういうシーンの時は股を開けてくるっていうスカウティングがあるかもしれないから、そこを狙ってくる可能性が高いなって思ったから、まずは股を閉じることを考えて、でもう一個はあのシーンになってこう抜けた時に、吉田選手がファーからすごいこうボールに対してスライディング来てくれる感じがパッて感じたから、その瞬間にもう自分が守るところはもう自分が前回のサウジアラビアでやられた股を抜かれるところと、あとはニアのところだなっていうふうに自分の中でコースがちょっと絞れたんで、だからそこは本当、でもこれたまにゴールキーパーやってる人分かると思うんだけど、気づいたら反応してたみたいな、こう意図してこうもう本当に準備し、いい準備ができた状況で反応できたっていうような感じの状況だったんで、だからあれと同じプレーをもう一回やろうとしても多分できないプレーで、本当にあの状況でいろんな状況、吉田選手がファーから来てくれるいろんな状況が重なったからこそあれを防げたのかなって思います。まあ、あともう一個言うと、あの選手が右利きだったから、だから左であの状況で体勢もあんま良くなくて、そんなこういいコースを狙ってくるっていうよりはこう、まあ、であの選手すごいやっぱ上手い選手だから、こううまくそのいいとこ抜いてこようってするとしたら、もう下に転がしてかなと思ったから、あれもまたっていうよりもグランダーどこけられてもいいようにと思って、ニア打たれたら手で止めれるし、ファン足出るし、真ん中は右の足で膝で防げるしみたいな感覚だった。なんかそのサウジアラビア戦からのこうスタディで、またもまたは先に消してたっていうのはすごいね、驚きでした。あ、でもそれはなんかやっぱゴールキーパーにとってすごい大事な要素だと思ってて、やっぱり今世界中でこうやって映像をみんな見れる時代になってるから、じゃ J リーグにしてもやっぱ前の試合、そのチームの前の試合の映像ってみんなやっぱスカウティングで見ると思うんだよね。ってなった時に、やっぱ前の試合の映像を見た時に、その選手とかそのチームのやっぱウィークの部分っていうのは、やっぱ次の対戦で突こうとするのはやっぱ当たり前のことだし、それをこうついてくるっていう前提でやらなきゃいけないし、で逆に攻撃で言ったら、そのもう一個先までやっぱり読めないと、やっぱ相手攻略することってやっぱできないから、まあ、じゃんけんじゃないけど、相手がこれ出すからこれかな、これだから次これだなって言ったら、ずっとこう無限ループしちゃうんだけど、でもやっぱそこの、少なくとも前節の自分が、じゃあ前じゃんけんした時にグー出して負けたんだったら、こいつグーしか出さないから、パー出せば勝てるって思わせて、それでパー出されて負けちゃったら、ダメじゃんっていうところだけをケアしなきゃなっていうぐらいは準備はするかな、いつも。じゃあちょっとプレーの2つ目、終了間際のクロスに出ていってキャッチして、まあ、最後蹴って試合終了したあのシーン、あれなかなか出れるこう息じゃない、かつそれをロスタイムにやるっていう、もうキーパーやってた身からすると相当鳥肌もののプレーだったかなと。あ、まあ、クロスボールのところは正直自分の中でオーストラリア戦の課題だなと思ってて、もっと助けなきゃいけなかったなっていうシーンがいくつかあって、そこは前半のコーナーキックでファーでヘディングされて俺が弾いてコーナーになったやつもそうだし、うん、出れるボールに当たり前に自信を持って出れるキーパーになって、しかもなおかつそれをキャッチできるキーパーになりたいから、うん、自分の中でこう、あ、これ出てもパンチしなきゃいけないなっていう状況だったら出ない方がいいなって思ってて、あの試合はこれオーストラリアってこう高い選手が前にいて、その弾かれた後のセカンドボールをちゃんと回収するために狙ってるチームだから。そうだよね、日本は結構痛い目合ってるもんね、過去にもね。入れてセカンドボールを拾ってっていうところを一発で決めれたらいいけど、決めれなかった時のセカンドボールを回収する能力がすごいやっぱ高いチームだから、自分が出るんだったらもう絶対にキャッチするっていうことをしないと、逆に出ることがパンチングできたとしてもそれがリスクになると思うから、もうちょっとあのクロスに対して出て自分がキャッチできる機会は増やしたいなっていうのはオーストラリア戦の自分の中では結構大きな反省で、っていうとこを踏まえて言うと、やっぱりあの最後のシーンは自分の中では普通に出れるボールに出ただけだなっていうくらいの感覚で、逆にその感覚で出たボールに対してそうやってあのプレーは良かったって言ってもらえることが自分の中では
いいことで、ああいうボールって普段 J リーグでやってても、チームで練習やってても、基本的に出るようにはしてて、相手がラストでパワープレイで入れてくるときに、あのボールやっぱキャッチできるっていうのは、自分の中で絶対大事なことで、それで言うと、オマーン戦の失点なんかは、あれもしかしたらキーパークロス出るのは難しいかもしれないけど、ヘディングでシュート打たれることをされたときに、やっぱピンチになる可能性があるんだったら、その事前に、ゴールキーパーがクロスに対してプレーして、そこでプレーを終わらせるっていうことをして、チャンス、ピンチの目を事前に積むっていうことができるのは理想的だと思うから、あのシーンは自分の中ではもう出なければ、逆に出なければいけないプレーぐらいの感じ。あれを出なかったらもうキーパーのミスっていうぐらいのプレーかなっていう感じ。はい、ちょっと次、アウェー2連戦あると思うんですけど、そこに向けて、本田選手としてこうどういう準備をしていきたいかなというところがもしあれば。まあ、正直、この今日、何日 ?10 月18日は、その2試合のことは本当に考えてなくて、やっぱりオーストラリア戦が終わって、じゃあ、前日、柏レイソル戦があって、でやっぱオーストラリア戦での反省を生かして柏戦やろうって思って、で今度じゃあまた柏戦で出た反省を、今度の日曜日のフロンターレ戦に生かそうって思ってて、なんかそれをとにかくずっとこのリズムで続けてると、自分がどんどん積み上げられてる感覚をやっぱ持てるんで、だから、前節で出た課題をその次の試合までの練習でトライして、また次の試合でつなげてっていう作業をとにかくやり続けること、で、できることをどんどん増やしていくこと。この前の試合で、じゃあ例えばだけど、じゃあまた通されなかったから、シュートで。じゃあ次の試合はそこは忘れていいじゃなくて、やっぱキーパーはいろんなことがどん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 積み重ねていかなきゃいけないポジションだと思うから、やっぱそこは前にできたことは、もうそこをスタートにしてまた新たに積み重ねていくってことを、ここからあと、代表戦までなしなんだ、3試合まだフロンターレ、FC 東京、札幌って3試合あるから、そこで自分が試合やりながらちょっとでもこう成長して、まあ、そこの代表戦で言ったらその2試合に、まあ、まずベトナム戦にやっぱ持っていけるようにするのが自分らしいし、一番いいのかなって。ありがとうございます。頑張ってください。引き続きクソ人ごとじゃん難しいね。最後締めるの難しいね。